カニとクラが乗ったご飯物をいただこうかなと。この方です、どうぞ。ユーチューバーの大畑です。よろしくお願いします。びっしりですよ。手前が向きに、面白いでしょ。これが大畑カレンちゃんですから。カニカニクリクリカニクリです。ピガーン、タワーマックスです。今のね、誰の何をやってるかっていうのはもうちょっと後で判明していきますんで、よろしくお願いします。私は本日、はい、こちらでございます。でーん、鳥取境のカニ港さんにお邪魔しております。飯田橋、JAL だとなんとか線なんとか線、まあこの辺全部見ていただければ書いてもらえるんで、なんとか線なんとか線の飯田橋、いいですか。ここは飯田橋です。で、なんと鳥取のカニが食べれるんですよ。じゃあね、そうなんですね。なんですけど、本日食べたいんですけれども、ちょっと今ね、頻尿の時期なんですね。カニちゃんが、カニクリちゃんが。なので、今日はポン酢ワイガニをいただきたいと思います。で、カニもそうなんですけれども、あとカニとイクラが乗ったご飯物をいただこうかなと思うんですけれども、なんと今回、私一人ではございません。ここでいきなり、マックスクイズ！今回、コラボする人は、果たしてこの3人誰でしょう？ 1大畑カレンちゃん、2、大畑カレンちゃん、3、カニクリちゃん。さあどれ、シンキングタイムスタート。はい、正解。そうです、この方です、どうぞ。はじめまして、駆け出し大食い YouTuber の大畑カレンです。よろしくお願いします。どうもお久しぶりでございます。お久しぶりでございます。本日はなんとね、ありがたいことにこちらの侍のチャンネルにカレンちゃん来てくださることになりました。本当に、はい、ちなみに今日カニなんですけど大丈夫ですか。大丈夫です、大好きです。おお、北海道出身なんで。カレンちゃんもう肩の力抜いて、もういい、もうオープニングとか気にしなくていいよ。ちょっと言いたいこと言って、もうカメラの前の人に言いたいこと言って、言いたいこと。これ無茶ぶりやからね、言うたら、ね、可愛く撮ってね。あ、言うなんだ。いいなもう。今日はグルメ会という感じでお送りしたいなと。ちょっと昔話なんかも結構割と大食いの歴長いんで、2人とも。あ、そうなんですか。共演がもう2年ぐらいはずっと一緒にやってました、うん、長いっすね、はい、そうなんですよ、はいはいはい、なんでまあその辺もお話ししながらやりたいなと思ってますんで、ね、よろしくお願いします。で、マックスさんが変なこと言ったらカネさんぶん投げてください。そうです。全部P で、ね、P で、ね、P でお願いします。喜んでんだよな、楽しみだな。はい、それではいつもの例のレッツのイーティングやりたいと思うんですけれども、せっかくねカレンちゃん来てくださってるんで、そうっすね、ここは僕がレッツって言うんで、イーティングを好きな感じでやってください。あ、いいね、オッケー、無茶ぶりいいね、早えな、敵を払え。才能がすごい。いきますよ、いつもの、はい、いきます。あ、レッツーイーティング。あれ、負けた、マックス負けたな、これ。はい、というわけで揃いました。どうですかこれ、見てください。すごい、カニとイクラが、これやばくないですか、マジで。ほらこれ、ほらぎっしりですよ、ぎっしり、ぎっしり、わかります。ほら手前がむき身で、イクラで、こっちが殻付きで、殻もこれ食べやすいように剥いてくださってるんですよ、うん、中側で、下にご飯があって、ずっしりと、そう、いう感じで、今日はちょっとね、ある程度時間をざっくりとね、ケツだけ決めるというか、うん、いう感じの食べ方をしようかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、いただきますか。ええ、じゃあいただきます。いただきます。いただきます。手際がいい、とってもいい。って言っても、食べ慣れてないんだよな、カニな。いや、私はもう、これ飯からいっちゃおうかな。お、マジで、これカニからいこう。あ、そっか、うん、ほぐしてから。俺、食べ慣れて、これどうやって食べるのが正解なんだろう。切りましょうか。はい、もしなんか正解をしてください。これをパキッてやったら、これ内側にパキッてやったらすぐ剥ける。これあんな感じで、こうやって、うーん、らしいっす。そうどうすか。おお、あー、あふれてすごいな、中身が。あれですね、意外と性格でですね、食べ方って。あ、出ます。うん、これ罪な味してるわ、やばいよ。あやさん、どうですか。カニ、カニだろう。カニだよね、カニだよね、これ。これで、なに、慣れてくるもんなの、食べ方って。うん、だん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 と本当にどこを剥けばいいのかなっていうのが分かってくる。
手際がいいっすもん、カレンさん。あ、ちなみにあれですよ、2016年、新潟で本戦やった時、懐かしい、カレンちゃん手際が良すぎて、あの俺追っつかなかったですかね、カレンちゃんに。ほんとっすか。多分、丸、なんだっけ、なんか食べて、はみ揚げだ、はみ揚げ。あー、鶏はみ揚げ、そう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 。で、私その解体がうまくて、解体がうまくて、解体がうまいんですよ。なるほど。だから、ターキーとか出てきた時もダントツで通過しましたもん。だからそれで俺もたついて、俺不器用なんで、はい、カレンちゃんめっちゃ早いみたいな。そう、マックスが結構大食いって、あの食べれるだけじゃダメで、そういうなんか深い要素があるんですよね。うん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 、食べ方やったり慣れてるって、そうそう、ペースだったりとか。あ、ペースもか。ペースも結構あります。なんかこう、マックさんについて、カレンどういうタイプの大食い？私は先行ぶっちぎり、先行ぶっちぎり、切り込み対象的な、もう見た目通りって感じですね。もうイケイケな感じ。そう、もうとりあえず食べて差つけれればなーみたいなタイプなんですけど、はいはいはい、結構あの後半型の子とかにやられちゃうんですよね。あー、なるほどなるほど。追いつかれちゃう。はいはい。逆にカレンさんが見たマックスさんって、いやもうずーっと飛ばしてる。ずっと飛ばしてる。常にフルスロット。休憩を知らない。ちょっとこの話すごい面白いな、うん、俺すごい聞いてみたいです、そういうの。あ、だって本当にリアルに戦った人だから、うんうんうん、あ、そうっすよね、うん。初めて戦ったのが2年前でしたっけ。あれ、いつだっけ。混合戦の一番最初のあれじゃないか、それこそ A、B で分かれて、え、あの川越行って、川越行って、そうそうそう、あれは2016年ですね。2016年、3年前ぐらいですか。そう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 、かなり長いですね、お二人さん。確かに、多分それが最初。私がまだ、本当テレビ慣れしてない頃だから、うんうん、まだ、よいしょ。あ、すっごい、プリプリ。他のもずっと一緒にというか、まあたまたま勝ち残れたんで、はいはいはい、そう、それでちょっとご一緒させていただくことが多くて。なんかカレンちゃん、あの女王戦とかでも普通に海外とか行くんで。あ、ハワイ行きましたね。はいはいはい、うんうん、いやー、ただハワイは最高だよ。いい飯食べて。つうかさ、大食い王ってさ、なんでさ、あの女王戦はあんな待遇いいわけ。あれ、混合戦との差がありすぎんだよね。なんハワイって大会によってなんか違うんですか。あの大会っていうか、上戦か混合戦かによって全然違うんですよね。あー、なるほどなるほど。上戦はマジで、うん、本当に多分高待遇。あれはホテルとかいいホテルか。あ、うん、2番目ぐらいにいいホテルだったかな、ハワイで。そういう感じですよ。今ですごい金潰れそうなの。そういう感じですよ。ご飯も美味しくて、部屋もなんかすっごい部屋、広い部屋に一人で、はい、選手は一人なんですよ。あ、なるほど。一人一部屋。はいはいはい。めちゃくちゃ最高だった。もう面白いでしょ。これが大畑カレンちゃんですから。めちゃめちゃリアルですよ、これ。P やな。もうザ YouTube ですよこれ。あ、でもまあいいじゃないですか、なんかこういうのは。そう、めめめめめめ、これここでしか聞けないレアな話になっちゃう。うん、いいじゃないですか、 YouTube っぽくて。うん、カレンちゃんの、あの素敵なところって、こういう包み隠さず、だ自分を作ろうとしないですよ、そもそも、うん、まんまですね。飾んないですよね。うん、その方が楽なんですよね、何にしてても。あ、なるほど。ブレない、ブレないですね。絶対ブレない、カレンちゃんは。もうキャラも変わらない、うん、オフとオンの時の差がないっすもん。ないですね、寝てるか寝てないかぐらいですね。それはオンとオフなんや。それぐらいしか差ないと思う。それで言うとマックスとも変わんないですよ。もう俺もあんま考えないかもしれないですね。基本元気だもんね。基本バカっす、うん、何も考えてない。基本空っぽ、空っぽだから、何も考えてないから、思いついたことバンバン言って、あの取捨選択をうまくやってくれるのがこのゴリさん。全部任されてる、任されてる。マックスさんが大体10喋った時の大体5か6は NG なんで、ピーピーなんで、ピー入れるね。それもなんか俺好きなんですけどね、見せてね。たまにガチでやばいこと言ってる。それが気になるんですけど。本当にもうオフショットとか作ったら多分面白いと思うんですよ。ああ、サブちゃんとかで。うん。いやでも放送とかそういうレベルね。人格を。いやもう人と人として。多分金髪先生にもうあのめちゃめちゃ詰められるレベルで本当にひどい。間違えます。いやカレンさんめっちゃ慣れてるっすよ。そう、なんかもうね全然違うでしょ感じが。え、そうかな。カニほぐして。あ。ほぐすだけほぐしちゃうのが食べるんじゃなくて、いや、カレンさんすごいっすね。まとめてもう
丼で食べたいなと思って。カニめちゃくちゃうめ、プリプリですか、プリプリですよ、本当に。これって本ズワイガニでしたっけ。いい塩っ気や。でもちょっと慣れてきたかな。あんまり食べる機会がない。大好きですよ、うん、エビカニ大好きなんですけど食べる機会がないかな、うん、カニの大食いとかってあんま聞かないですけど、シェルクラブだっけ、あれはあった気がするな。あります。あ、ソフトシェルクラブ、うん、そうそうそう、うん、唐揚げみたいなやつ。あー、ちっこいカニをなんか植えてあげる。そうそうそう、脱皮したての柔らかいやつ。はいはいはい、唐揚げでそのままいけちゃうよみたいな。あー、もうガチいけるやつですね。はい、あれはなんか昔朝鮮の海外の町で多分やってたね。準決勝か準々決勝ぐらいで揚げ物出て、あのさ、大食いとかのさ、うんうん、大会にさ、うん、出る人って2パターンだと思ってて、うん、その大食いをやって大食いを手段で、うん、大食いは手段で、うん、なんかこう有名になりたいみたいな、うんうんうん、でパターンと、いやもう そうじゃなくてもスポーツ選手みたいに、あ、マジでマジでやる、大食いで突き詰めたいみたいなタイプで、マックスタイプ、あ、うん、当てはめるんだったらカニってどっち。私はもう楽しんじゃってるからな、結構食べることを。あ、そういうことか。うん、なんか美味しいもの食べてみんなとなんかどっか行けたらいいなみたいな感じになって。それ例えばさ、大会出てる時ってどういう気分なの、そのなんか美味しいもの食べれればいいなみたいな。でもね、できるだけやっぱ一緒にいたいし、すっごい悔しい、負けず嫌いだから。だからラーメンの計量する前に、あ、これ負けたなって思った時めちゃくちゃ号泣して、で、ロシアンさんに慰められたこともあるし。2017年の挑戦かな、多分。17年、なんだっけな、菅原さんが解放された年のやつ。うわ、やばい。え、マグロ船の上食べたやつ。うんうんうん、あー、はいはいはい、悔しかったんだ。めちゃくちゃ悔しかった。でも、計量したら勝ち進んでた。あー、なるほどね、うん、レタスの方が悔しかったかな、でもどっちかっていうと。え、例えばさ、それじゃあさ、出るって分かったらトレーニングとかすんの。あ、でも水トレかな、私は。うーん、基本的に。あ、じゃあやっぱやるんだ。やる、やるやる。ま、トレってなんですか。基本的に固形物詰めるパターンと、はい、水をたくさん飲むっていうパターンがあるんですけど。あ、終わってからでもいいっすよ。なるほど、トレーニングの仕方もいろいろあるんですね。あります。そして多分水トレーニングっていうのは多分公表できません。水中で死んじゃうから。そうそうそう、だからご飯も食べないと本当に死ぬんで。なるほどね、自己責任でやるしかない。なるほどなるほど、うん、良い子の皆さんはぜひ真似していただきたいんです。そう、ピンポーンってテロップ出る。了解です、了解です。これは本当に本当に危ないですよ、本当にマジで。実際死んでる人いるんで。あ、そうなんですか。うん、ここはちょっと要注意ですね、うんうん、僕も含め大食い、まあ、このチャンネル見てる人たち、まあ、大食い詳しい人たちより、まあ、知らない方の方が多いと思うんで、うんうんうん、なるほど、ちょっとそれは大事ですね、うん、水は本当に。うわ、トレーニングはするってことだ。しますね。うーん、その時のさ、はい、トレーニングしてる時のモチベーションって何だ、自分の。うーん、モチベーション分かんないよ、あいつに勝ちたいとか分かんないけど。あ、なんだろう、同世代デビュー組とかにはすごい負けたくなかったし、後から出た、すごい今強いあの2人に負けた時はマジで悔しかった。最初3キロしか食べれなかったのになみたいな。え、誰誰誰、双子。あ、かこちゃん、あこちゃん。あ、そうそうそう、強い強い、本当に。いつ負けたの。いつだったっけな、それこそマグロ、あれマグロの時いた、いた、そう、いたいたいた、うん、で、最初はもつかなんか、もつ煮込みかなんかを3キロぐらいしか食べれてなくて、うん、で、逆に写真撮ってくださいって言われる側だったのに、うん、で、普通のスタッフが失礼いたしました。粗相いたしました。いや、面白かったよ。え、写真撮られる側だったのに。そう、もうなんか、あっちの方がすごい有名になっちゃったから。今すごいよね。ね、もうダウンタウンデラックスとかにも出てるもんね。ね、あれびっくりした、本当に。すごいよあれマジで。ね、いや相当努力したんだと思うな。でも俺はもうね、一回その話したことあって、うんうん、もう彼女たちはね、もう完全にスポーツとして捉えてたね。あ、やっぱり。うん。だから伸びるもんね。ダッカとかですごい食べてたなと思って。あ、そう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 。あそこからね、グーンってきたの。
でもあれ全然食べれる量は多かったのにもう抜かれて、うん、あやっぱ悔しい。悔しいね、うん、なんだろう。今はどう思うのその辺は。今はもう尊敬してる、うん、もっとなんだろう、メディアに出てほしい自分の代わりに。うん、なるほどね。だからあのなんだろう、バトルクラブみたいな、うん、が復活すればいいなって思ってるけど厳しいのかなって。世の中的にはこっちね、やっぱり早食いとかはね、やっぱりやすいから。競うの好き？ん？大食いで競うの好きだよ。あ、好き？うん、へぇ。一緒にチャレンジとかするのも好きだし。あ、この人より1分早い。あの、エビフライ丼覚えてるかな、あの、高田馬場の絆さん。うんうん、しかつ絆さん。あれを、あの、曽根さんに1分だけ買ったの。うん、マジで？うん、30分切ったの、4キロぐらいのやつ。その時めちゃくちゃ嬉しかった。お、抜いたと思って。これあれじゃないですか、もう侍のあの大会がもし開かれるんであればもうカレンちゃんもう絶対出ますよ、出場選手で、ね、絶対出る、絶対出る絶対出すよ。Y さんよろしくお願いします。ウェーイ、 Y さんがオープンいただきました。お願いします、代表の Y さんから。いや嬉しい、やっぱり、うん、あの競技としてやってる人間からするとやっぱり嬉しいっすよ。なんか2つあっていいと思ったの。楽しい食事とガチな食事、うん、2種類あって、でなんか分けてやればいいと思う。飲みたい方もね、そう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 、そう、大食いってものにこう2パターン2つあるんやよっていうことがこうまだ世間に浸透してないわけ、あまり浸透してないですね。多分数年前の方が浸透してたと思います。あ、逆に逆にあのテレビでガンガン大食いを今よりやってた時代。そうだね、うん、あそれは2001年ぐらいかな、うん、多分。うん、そうだね。なんかだんだん本当に効率よくなってきて、うん、あのね、食べたい、すごいんですよ。同じ早っ、同じものを食べてるんですけど2人とも食べ方全く違うんです。マジで。そう、カレンさんはすごい丁寧にこうカニをほぐしつつ、たまに食べつまみ食いしつつ、うん、どうも作ってるんですけど、マックスさんひたすら食べてるんですよ。最初に、あの、で後から楽したいですか。あ、なるほどね。かー、うん、まあ、負けたくない人とかいる。今はいないかな。でも、当時の方がもう、そういう気持ちがすごい強かった。絶対やつに負けないって。あの、3人娘並んでたから余計にそうだったかもね。さなちゃんとちなりちゃんと、あー懐かしいね。デビューした大会も全部一緒。うわ懐かしいね、懐かしいね。連絡取ってる？いや全然、その辺はもう就職しちゃってからはちなりちゃんとかが、うん、な全然全然、うーん、すげえ今ボンバーしましたね。カニがちょっとでも抵抗してきた。マックス今見ましたね、結構なかなかのケミストリーがね、口についてんだけど。はい、カニ食いおじいちゃんですよ、僕今。うん、カニ食いじいさん、カニ食いじいさん。黒いの何なんだろうこれ、ごま。あ、これだんだんなんか解凍の仕方とかで、あの、へぇ、ちょっとこういうのが出てくるんだけど、味には全然問題ない。さすがどうも。マジうめえ。あ、でもこれでほぼほぼカニは私はもうほぐしちゃった感じです。ん？君はどうしたんだい？あ、よし。いや、2016年から2019年から3年で3年、ね、もう半分も終わっちゃったし。確かに2019年もありましたね。僕が違う仕事で北海道札幌行った時にちょっとあのデカ盛ろしてくれないって言ったら車出してくれて、ちゃんとアテンドしてくれたんですよ、いろいろ。あ、そうなんすか。いや、いいよ、時間あるし、ってダッシュはめちゃくちゃ人じゃないですか。でもその代わり、うん、今度ちょっと遠出したい時は連れてってもらう予定です。うん、全然です。東京に来たらもう全然任せた、その辺は恩返しさせて。うっすー、早いですよ、早っ。うふ、なんで。よし、改めていただきます。食べ方知ってるっていいですか。あ、じゃあ抜き、あ、まだいた、まだいた。
まだいたぞ。おばあちゃんみたいなんですよ。カニ食いババアですね。カニ食いじじいとカニ食いババア。カニ食いババア。年齢高いですよ。結構高いですね。うん、そっか、でもちょっとそのなんか、そのなんかモチベーションのなんかあれ、話しててよかったな、今日。うんうんうん、なかなかね、話す機会がないから。ないよ。また会ったら出たい。うん。あ、本当。絶対、まあ。あの大食い、大食いよ。消費選考通ればね。前回私、通ってないからね。ん？書類選考、もう落とされてる。書類選考っていうのはそもそもあるんですか？あるんですよ。え、全部落とされたんですか？前回って何？ん？2019年今年？うん、あのキャサさんとか出てたやつ落とされてる。マジっすか？うん、ワオ結構ショックな感じでしょ？割とマジのワオなんだけど。うん、いろいろあんだな。うまい。早くね、ここにたどり着いた方がいいよ、多分。超幸せが待ってる。あ、マジで？うん。うん。いいっすか。満面の笑みだもん。こんなに好きなもの食べれるなんて。あれ、それ中に入ってるの？大葉ですね。ちょっとさっぱりする、これ。マックさん、大葉好きっすもんね。大好き。マジで早いんだけど食べ慣れてらっしゃいますね。うん、食べ慣れ感やべえ。ソウルフード。あ、そっか。結構ちっちゃい頃というか昔から、うんうんうん、みんなだからシートなんですよ、抜くから。はいはい、うん、集中しちゃうからと思う、うん、カニ食べてる結構無口なイメージありますね、うん、みんなカニ抜くから。でもこの沈黙はただの沈黙じゃないよ、うん、幸せの沈黙だよ。うんうんうん、でも口元にめちゃくちゃついてる。あ、ついてる。オリジンついてるね。オリジンついてる。介護、要介護ね。よろしくお願いします。うん、これ今回の編集、字幕が大変だ、絶対。大変です。めちゃくちゃ。プロだから。ゴニちゃん、プロだ。どっちかというと、こう、リアルな話というか、なかなか聞けないんだよね。なんかすごい、僕は楽しいですよね。うん、確かにちょっと今までとは毛色違いますね、今日。全然違う。今回は。うん、暴露する人2人いるから。ピーがもうピー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 がもうピーピーピーバケフンピーばっかり。バケフンピーばっかりですけど、まあでもそれもリアルなんで、うん、でもあの大食い好きであればあるほど面白いかもしれないですね、うん、こういう話は、うん、って思います。ギリギリアベマぐらいだ。確かに裏話じゃないか、うん、そうだね、そうだね、できてそれぐらいだろうね。できてそれくらい。チューチュー、うー、マックさんもだんだん慣れてきましたね。何やってます？いや、口でやってる部分慣れてないかもしれない。慣れてねえじゃないか。なんかカレンさん、ちゃんとハサミで丁寧に切られたんですよ、マックさん。え？ハサミ？あ！そんなに知らんかったん。ずっとありますよ。見えてねえ。視野が狭いから。視野狭いから。あ、俺あえて使ってないと思ったけど、そういうわけじゃないですね。シンプルに視界に入ってなかったんですよ。入ってなかった、入ってなかったし。半径30センチあるけど。見えてねー。そうですか。あ、なるほどね。ハサミ使うとめっちゃ早いですね。そうですか、そうですか。うまそう。うまそうじゃなくてうまいんですよ。うまい。そしてこのカニ酢なかなかやべえわ。うんうんうん、これここのうまい取り方がわかんねえんだよな。うん、よかったら箸使います。あ、これは一応じゃあもらっとこうかな。押し出せばいけるかもしれない。あ、これカレーさん。おい、ありがとうございます。うん、もう地元が北海道。うん、ずっと。うん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 、札幌ラブ。サムライ北海道行きたくないですか？北海道ロケやっちゃいます。北海道。コメント一緒に来てくれるんですか？うん、お客さん。うぇーい、
Y さんが、うちの代表がうなずいてらっしゃいます。OK ですか？北海道オロゲン。おぉ代表今、いろんなものを飲み込んだ。確かに。なんか厚みを感じた。厚みを感じましたね。気持ちの。このメンツで北海道オロゲン絶対面白いじゃないですか。高橋さんにいろいろご紹介いただきつつ。うん。うん、ね。北海道グルメって何が有名なの？やっぱりでもどこ行ってもチェーン店以外なんか寿司ロあいいか寿司ロとかなんかそういうかっぱ寿司とかそういう系じゃなければチェーン店だったら大体うまい。うーん、地元のチェーンなんです。はいはいはい。ああそういうこと。うん、ああそういうこと。あ、そもそものレベルが高いんだ。しかもネタがでかい。そのなんかシャリこれくらいでネタここからここまでぐらい溢れてます。1回だけ仕事で北海道行ったのがあって3日間行ったんですけど、その時スープカレーだけ食べました。海鮮は食べれなかった。スープカレーめっちゃうまい。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメン。北海道で有名なラーメンってどんなやつですか？でも私働いてたお店のすぐ横に、はい、朝6時までやってるめちゃくちゃ美味しいラーメン屋さんがあって、そこ行ってました。カレーラーメン、味噌ラーメンで、チンタン塩、チンタン醤油。はい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 。美味しくて年間150杯ぐらい多分食べましたね。そこでそこだけで。カレンちゃんあれなんですよ、あのガチのラーメン勢で。あ、なるほどね。あそこ僕知らなかったっす。あの結構ガチで、はい、なんかあれでしょ、なんか言ってるんでしょ。去年1544杯食べました。すごっ。え、でその店だけで150。うん、あ、また別にするん。あ、そうだ、2018年の1年間の間でそれくらい。やばい。なんかあれなんでしょ、あげてるんでしょ何かに。アプリがあって、その記録アプリみたいな。はいはいはい。それでどこで何を食べた、とか何杯食べたっていうのが全部位置情報とかで計算されて。なるほどなるほどなるほど。っていうかんちゃんラーメンガチです。すごいです。じゃあラーメンの食べ方とかラーメンチャレンジ好きな方は。あ、ラーメンのデカ盛りは結構食べます。この前も食べたし。しゃあ、うん、まだあるし、まだあるし。イクラやべえなこれ。今イクラ食べた時の顔がやばい。イクラやばい。いやーめちゃくちゃうまいねこれ。やばいやばい。これ多分 V の方でやばい。やばい。羨ましいっすわ。もうピンクに染まってる。本当にめちゃくちゃうめえ。ピンクなんでしょうね。完全にやべえやつだな。ちょくちょく変えてるんですけど、実はカニの殻あっちです。マジで？でも出だしで俺間違えてた。そうそう、カレンさんずっと遊びに入れてくださってるから、あ、正解来たなと思ったんですけど、もう15分ぐらいずっと黙ってたんですけど。マジかよ。いや、そろそろいっぱいになってきた。あそこの方がポンって置けるからめちゃくちゃ楽なんだ。ほんとおじいちゃんですよ、マジで。でも正解はないけど、言ってもここの年齢差かなりすごいですよ。あれ何歳だっけ。俺は今38かな。としたら15歳差かな。カレンさんじゃあ23ですね。頑張ったら子供ですよ。確かに、うん、ほんとそのレベルですよ。そっか、じゃあもう完全にもう娘さんとおっさんだ。おっさんお父さん、せめてお父さん。おじさま、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 ほんとその感じですよ。でもなんかすごいマブリーだからね。なんかこう年齢差あんま感じないですけどね。カレンちゃんなんかあれなんですよね、あの声方、声方の楽なんですよね。うんうん、はいはいはい。幅広いし、相手してる人が。あ、なるほどね。だって19歳童貞から60歳のおじいちゃんまで来るもんね。これええかな。まあいいか。大丈夫大丈夫。童貞が気になるな。確かに19歳まで守り抜いたわけですからね。気になるわ。19歳なら全然まだまだ。30超えてあれだとね、ちょっと手つけられなくなるから。これちゃんね、これカレンちゃん得意ですから、こういうの。いや、超気になるんです。逆に大得意ですよカレンちゃんは。さすがに筆下ろしをしなかった。いや、かもしれない。カニよくてまさか筆下ろしって技が出てるから。しかもまだ昼間やけんね。昼間、昼間、まあ、こういうのを、ね、楽しめるのがコラボのいいところっていうふうに。綺麗な、多分今小学校の下校ぐらいの時間。まあね、お前は、うん、お家に帰る時間だね、うん。これ絶対ゴリちゃん編集すごい頑張るんだろうな。俺頑張るよ。
頑張るよ。こういうのに燃える人だから。そしてこの人。ハードルがあった方が。そう、高いハードルこそ燃えるから。だって人に無視すれば無視するほど燃えるって言ってたもん。やば、どういうことじゃん。ちょっと待って、びっくりした俺、あれ聞いた時何言ってんだろ、この人の。確かに俺何言っとるんやろね。本当にド M ですって言ってるようなもん。完全に俺の印象がもうド M だから。ド M カメラマンゴリラ。これ本当に大食い動画なんですか、これ。じゃない気がしてきた。ねえ、だいぶあれですよね、これ深夜番組。もうなんか座談会みたいになってる。座談会、座談会みたいな交渉のものって。多分今までの侍の中で一番喋ってる回だと思う、今回。確かに取れ高めっちゃあると思う、うん、すごいいいと思う。カレンちゃん食べれるだけ喋れる。うん、あ、飲みました飲みました。飲みながら喋る、喋りながら喋るし、で食べながら喋るのって結構しんどくかったりとかした。全然全然全然、もぐもぐしてその間にバーって言って答えもらってる間ずっともぐもぐしてるんで。なるほど。プロです。カレンプロです。並行できる。マックさんあれですか、食べながら喋るとかは。あ、僕割とそんな嫌いな方じゃないですね。こうロケとか行ったら喋りながら食べてるもんね。うん。ああ、確かに確かに。デカ盛りロケとか。地方ロケとかやったらね、そういうのありますよね。ちょっときついのがチャレンジメニューの時もね、ガチなやつの喋るのはあれですけど。まあ、ガチチャレンジの時にトークは結構しんどいでしょうね。でも本当結局言ったらもうあの仕方ですね、もう。ごめんなさいですけど、それぐらい真剣に向き合ってます。チャレンジはそうなっちゃう。うなずけるぐらいかな、本当に。あ、軽くリアクションするぐらい、うんうんうん、それ以上だともう答えられなくなっちゃう。でマックさんから勝ちっす。教えてもらったのに。一応じゃあ置いてください、あのワイさんが。ありがとうございます。見てこれよ、この差。3分の1ぐらいかな。これさ、早いっすね。スピードスターさ、カメかね。一口一口大きいんですよ。うん、あ、カレンちゃんでかいタイプだ。うんうん、俺としてはね、スプーンがまず大きいから、すごい食べやすい。あと僕、マークさん、僕気づいちゃったんですけど、カレンさん食べられるときに、ただズンズンズン食うんじゃなくて、一皿一皿、ある程度こう、盛り付けをして食べてるんですよ。うん、なるほどな。いいバランスで、うん、プロですね。もうさっきからプロしか言ってないでしょ。彼女はプロですよ。このカレンプロは、はい、本当にちょっと大会にもちょっとぜひお願いしたいですね。うん、サムライ。ここまで食べれてトークもできて、で負けん気が強いと。かなり負けず嫌いですね。いいよ。これ結構ポーション食べるときに筋が入ってるから、食べるとき取ってからの方がいいかもしれない。飲み込んじゃう、この筋入ってるから。どれに。ほんと、この長いそれがペッツリッとしてるやつ。うん、めっちゃ気になったんですけど、さっきマックさんそのカニの見つけてるカレーみたいなのあるじゃないですか。はい、それなんすか。これカニ酢です。カニ酢、うん、大好きなんですよ、カニ酢。カニ酢、うん、これにつけて、はい、身を味変。味変、なるほど。カニカマ、カニ酢につけて食ったりしますよ、家で。あー、濃い。大好き、カニ。これで殻付きはぼちぼち、マックさんは。うん、これね、バランスがだんだんカニなくなってくるんだよね。どういうこと。あの、むき身をこっち側に寄せるとちょうどよかったんだけどね。ああ、そういうこと。そう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 、ね、今ちょうどいい感じに全部、うん、これ、俺あの冒頭で説明してもらってたこと忘れてないよ。これいくらチャージできるの。できます。ちょっといくらチャージもう早くお願いしますか。それ課金できるんですね。いくらチャージ。よいしょ、これもいいかな。こうしてこうして、ファイヤー。そっか、おいくらね。おいくらいっちゃおうかな。これ塩かけたら美味しい。え、醤油。醤油かけたら美味しい。これ全然もう塩味が結構。ほんと。うんうん、やばいよね。これはやばい。ここへ。もう下手したらカニ以上に黙るかもしれない、これ。マジっすか。いくらこの量食べれるってないですよ、ほんとに。あ、来ました。
よっしゃ、イクラのチャージが。これやばいな。おじいちゃん。しましょう。イクラのチャージでございます。しましょう、ありがとうございます。どうぞ、付き合いだけ。うわぁ。やだな、もう大丈夫、大丈夫。どれぐらいいきますね、マスさん。ちょっと調子こかない程度に。うん、そうですね、調子はこかずない方がいいです。すごい。それは調子こいてないですね。うん、こいてないです。こいてないですね。これは調子こいてないです。もう半分じゃない。ステイ。ステイ。ありがとうございます。ほぼいくらになってんだよな。おぼれそう。どうすか。いや、悪くちゃってます。やばすぎる。これ言葉にならないね。ただただスプーンが進むだけ。おお、やばい。めっちゃやばそう、マジでやばそう。いや、これはちょっとやばい。やばい、これやばいわ。すごいですね。シャネ筋が、はい、中に入っとうのが。おお、これ生、生筋ないそれ。あるものと何があるかな。うーん、何やるか。うん、イクラと大葉とカニの身と卵。いや、ほんとこれやばいっすね。食用菊。あー、なんか菊かを散らしてますよ。はい、今隣でおじさんがもう感動してますね。うん、おじさんの感動姿見てるのもちょっと嬉しいな。でもおじさん、口元についてるんですよ。うん、何だろう、ついてます。おはようございます。おいしょ。私もなかなかカニがちょっとついてますよ。これ多分さ、普通にパカパカ食ってるけどありえない贅沢なことしてる。うんうんうん、これ相当やばいですよ。ある意味炎上しそう。確かに量がえげつないぐらい入ってますもんね。やばい、ギッチギチ。筋とか超美味しそう。あの、確かにカニ剥いてる時よりマックさんの無口ですね。でしょ。食べる方が無口なんかい。でしょ。まずい。これ全然僕時間とかあれなんですけど、まだ全然大丈夫なんですか。ですよ。どんぐらい経ったんだろう、開始から。まだ多分20分、まあ30分ってだけですよ。全然多分このイクラ丼は緩めのルーのカレーライスよりもツルツルいく。うん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 、結構油分だしな。カニ、うん、やべえマジで。うん、よし、見えやすくしよう。いや、これやべえマジで。カレーさん早いっすね。先に食べてたんで、なんとか。こっからですよ、マックスが早いのは。おさらっとハードル上げてきたね。これ早く食べたくないな。味わいたい、わかる。食べたくないよ、これ無理だよ。宝石箱だね、本当にね。宝石箱ってこういうことになるな。うん、幸せ。うん、すげー幸せ。これ、見た目も美味しそうですけど、食べたら多分かける10ぐらいで感動すると思うんですよ。これあれだな、スタッフなかったな。
お預け。お預けなんですよ、俺ら。全然もう、味のレビュー聞いても想像膨らますしかないですよ。これマジで、絶対期待は裏切れないと思います、これ。鳥取社会、カニミヤコさん、本当にありがとうございます、マジで。これちょっと見た人が殺到しちゃうやつじゃないですか、本当に。ワンちゃん。するね。うん、それぐらい美味しい。いや、マジで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 。すごい、食い気味。語彙力がない。もう、やばいとマジでしか出てこない。いや多分2人ともこうレビューせずに楽しそうに食べてるってことは多分本当に美味しい、ガチで美味しいやつなんやろな。言わなくていいです、伝わるから。もう来たら分かるってやつ。そう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 。なんかね、すごい頑張って結果が出て自分に何かご褒美したいなと思ったら、カニを食らう。ここでカニを食らうと思う。なるほどね。すごいぜ、マジでこれ。うん、あ、カニなくなっちゃった。うん、イクラ丼だ。イクラ丼。いや、もうやばすぎでしょ、これ。本当にやばすぎるわ。ちょっと手がやばい。ペタペタする。うん、なんかいっぱいあります。どうですか、気づかれな。顔やばいよ。動物園のお猿さんと同じ。本当にやばい。いや、もう大粒っすもんね。めちゃくちゃ大量なんですよ。ゴリラ2。ゴリラだって。あー、うまい。これどうしよう。本当にうまい。羨ましくて仕方ないっすわ。いいな。なんこれ。かっくらえないっすよね。大量にあんのね。プリプリっすか。あ、で、食べるの集中してもらっても全然ですよ。あ、どうでしょう。あ、揚げたて。今、揚げたてって言いました。贅沢。あ、贅沢か。揚げたて。いや、揚げた。何揚げたの。何揚げた、テンション上げたんだな、もう。あ、でもね、ゴリちゃん、あれだから、パリピの人だから。やめて、嫌われるから。大丈夫ですよ。ですもう、さっき結構あのド M キャラが負けたりした。ダメだ。ダメだ。ド M が買えばやめるとやばい。ド M のパリピってやばくね。確かにやばいよ。ちょっと黙っときますわ。これなんでこんなイグラ美味しいんですか。これマジ半端ないんですけど、マジで。ありがとうございます。味付けとか処理ですか。届いたやつをもう一回味付け直してから出してます。付け直してんだ。これ信じらんないレベルでうまいです、本当に。ありがとうございます。カニももちろんなんですけど、ちょっとこれやばいな。ウニと大葉の相性めちゃくちゃ良さそうですね。いくらね、いくら。あ、今俺ウニって言いました。うん、あ、いいから、すいません。ゴリちゃん、ゴリちゃん、揚げ揚げになってきたよ。なんかやばいやつやってるんじゃない。やめてやめて。やめて。うん、止まんないっすね、二人ともね。止めさせてくれないです、これは。あと二人同じタイミングでいやいやいや、やばっ。あの、はい、本当にやばい。ごめんなさい、やばいしかじゃなくて、もうね、もうやばいんだわ。2人の食べっぷり見て、なんとなく刺しました。カネさん、今、イクラとカニを一緒に、あ、チェンジしたら、ね、ここから見るとね、面白いんですよ。二人とも、あの、食べっぷりめちゃくちゃいいんですけど、食べ方が全く違うんですよね。楽しみ方って言うんですか。楽しみ方が。ナックルさん、やばい。いや、マイペースで食べます。あ、全然マイペース。うますぎるんだよ。
これ本当にね、スプーンが止めてくれないでしょ、止まんないです、運ぶの。ミスと2人がすごい美味しそうに楽しそうに食べてる。全然、あれなんだね、水分取らなくても食べれちゃうんだね。そんなことないんだけど、今日はちょっとなんか違うね。うん、ボイイクラはさ、そっちはどこだろう。もう、ルーみたいなもんだもんね。うん、本当にそう、本当にそう。マジで？いや、本当にいや、これ見てもらったらもう。結構ご飯あるんで、水分いるんだなって思いますけど。うんうんうん。うんうん、ああ、ほんとやべえ、罪な味だわ。罪だ。大会でこんなんじゃやばいね。そんなに予算が取れるわけもなく、まず殻ついてるカニでビビって、で次は生のカニ、うん、でまたビビって、もういくらでも、もうあれだよ、もうとどめだよ。すごい。うまい。あれ。ダメよ。禁断のイクラは飲み物発言だよ。カレーは飲み物は分かる。分かるんだ。カレーはめっちゃ記録出ます。あ、出るんですか。うん、普通に 7、8 行きます。マジで。私は行かないです。私は7ぐらいです。7はすげえ。マックスなら10ぐらい。金沢カレーみたいなやつだと、あー、ゴルカレーみたいな、ゴルカレー、ゴルカレーさんだと今一番食ったので、でも2年前ぐらいかな。ね、ルーとご飯と具の比率忘れたけど 8.63。 まあ、食べてカレーさんの確か2年前ぐらい。まず8超えることほぼないです。なんかお茶漬けとかあんかけチャーハンぐらいじゃないと。相当喉に通りやすい。ゴルカレってなんかご飯の上にちょっとサラッとかかってるだけなんですよ。はいはいはい。なんかねっとりとした粘度がね、めっちゃ高いよね。サラッとしてない。ごってごてのごってごてみたいな。同じ種類でもその食べやすさとかってやっぱり、うんうん、ものによって違うんですね。当たり前なことかもしれないですけど。そうなんですか。カニ汁、カニ汁か。あ、締めに最高じゃないですか。これとご飯でいいですね。もはや、うん、おかずです。あ、そんなに味しっかりついてます。あ、結構さっき飲んだけどすごかったね。すごいよね、カニって感じ。わかんねえ。そのカニの濃度が尋常じゃないです。スーパーカニって感じですか。スーパーカニですね。それいいな。ウルトラカニで、カニと中に入ってる。これ三つ葉かな、カニの身と。はいはい。やっぱこれ
やばいよね、この絶対おい、おい、いくらこれはもうおい、いくら、最高さいくら、多分これすすります北海道でもないんですよ。なんか、イクラのせ方で、はい、よいしょみたいな感じで。見たことあるっすよ。8強。絶対、8キロ。いや、8強。あ、8強。あ、お店の名前。お店の名前。それで8キロ。8キロも、イクラ。やばと思って、今。鮭何匹いるんすか。恨まれるね。恨まれるね。いろいろね。やばいよ。結構、ツイッターとか SNS とかでね、出てくるやつ。え、行かれたことがありますん行かれたこととかありますまた。なんか、よくお客さんがこんなの食べてきてみたいな感じで見せてくるんですよね。あー、はいはい。あとずっと気になってるんですよね、カレンさんの耳についてるエビフエビ天です。エビ天でございました食品サンプルがめちゃくちゃ好きで。あ、そうなんですか。めでたい。フェイクフードって検索したらめちゃくちゃ出てきます。アクセサリーみたいな。そう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 、結構エッジ効いたもんつけてんなと思って、うん、ま、日替わりでカツオのたたきとか、みたらしのほうとか、あと、タコブツとか。あ、はい、お疲れ様でした。あ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。忙しいな。ごちそうさまでした。ごちそうさまは急に来ますからね。そう、人が恋に落ちるようにごちそうさまも急に来るんだよ。お疲れ様でした。あ、お疲れ様。これ、総重量どれくらいでしたっけ。合わせてですね。合わせてです。あ、1個ずつ、1個ずつ、1個ずつは、種類入れて、多分3キロぐらい。3キロぐらい先でちょっと。そんな感じでしょうね。よろしくお願いします。もうただただうまいにつきますね。もう、あの、とにかく食べに来てください。マジでうまいんで。食べればわかります。やばいしか言えなくなるのは。やばいしか言えなくなる。宝石箱かやばいしか言えなくなると思います。二択なんだ。なんかどっかの某通販番組を見てる気分。なるほどね。もうそうなっちゃう。もうある種人をダメにしますよ。このカニとこのイクラは他で食べれなくなっちゃう。なるほど。そのレベル。この映像大丈夫かな今日。大丈夫大丈夫。ここはうまくもうゴリさんにやってもらいますから。お願いします。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。